今日は実際に完成している舞台に入っていきたいと思います。はい、青い照明がピカピカ光ってます。何ヶ月の間でやったんだ。あ、すごい。こっちにもずらっとカメラが並んでて、本番さながらの雰囲気です。見た見た、照明が、うわ、すごい、すごい。バンコー。とこのイベントをずっと半年間ぐらい準備してきた運営のに来てもらってます。いよいよ最終日だね。そうですね、もうなんか早かったような長かった、なんかもう長かったような。そうだね、はい、ちょっと感慨深いです、ね、一番最後の、ね、なんかこういう学校の活動した時あったけど、はい、明日終わったら何する。やっぱり明日から1ヶ月ずっと言われたね。もう今までずっとこのためにずっと働けてきたんで、ね、もう明日から何していいかとか全然わからないんですけど、なんかね、狂言したんやけどね、もう狂言なくなった瞬間生きる価値ないかなと思ったもん。ちょっとイベント楽しかったですとか、うん、楽しいですとか言ってくれて、本当に頑張ってよかったなって思います。今は、はい、最終日、はい、頑張ってください。頑張ります、頑張ります。次は舞台の統括をしている佐野くんに来てもらいました。明日からもうこれなくなっちゃうけど、ね、ますね、明日から何する。家にじゃあ今度こもります。あ、こもる、はい、家の管理の責任になってください。一番嬉しかったことは何。なんかお客さんがたくさん入った時。ああ、そうだね、はい、あ、マインダーとなった時ね、はい、嬉しいね、はい、本番期間、あ、これやらかしちゃったなってことを一つ教えてください。やっぱ放送研究会内のうちわの企画だったんですけど、粉チーズをパスタの上にかけるっていうくだりがあったの。その時にカーペットにばらまいて、あ、これは掃除が大変だって思いましたね。中にね、入り込んじゃうから ね粉チーズだから、いくらコロコロやってもコロコロがチーズで、もう何回剥がしてもみたいな、掃除機も吸ってくれない。だから翌日朝8時に来てカーペット張り直しました。チーズのためにもう一生粉チーズ見たくない、ね、粉チーズ見たくないですね。もうパスタも食べるのやめたいと思いますね。大嫌いだね、はい、最終日、はい、頑張ってください。ありがとうございます。応援しております。次に紹介したいのは、仕事ができる仕事ガールのマナちゃんに来てもらいました。この半年で嬉しかったことってある。なんだろう、友達がめちゃめちゃ増えました。おー、じゃあ逆に辛かったことって何ですか。私家が遠くて、1週間毎日8時に来てたんですけど、まあ、毎日6時に家出なきゃいけなくて、めちゃめちゃ眠かったです。眠いね、それは。もう明日20時間くらいだよ。寝ます。ラスト頑張ってください。はい、ありがとうございます。友達が増えることは、なんかも友達少ないから。ちょっと特技がある2年生を連れてきました。あ、こんにちは。広くて可愛い。あ、エルモ？エルモだよ、エルモだよ。いやいや、ユニバーサルワンダーランドへようこそ。私の方が絶対エルモの方が上手いわ。できるもん、これから。エルモは、あの下にアホのニューワールドを歌うんだよ。歌わされるんだね。歌わされるの。頑張って。頑張る。でもこの声じゃないんだけど。本当ね。本当私、隠し持ってる声があるんだね。これなんだけど。結構長いな。あ、裏声で。裏声で頑張ります。ずっとこれでいくのかな。はい、ありがとう。はい。ついに本番ってことで、今みんなリハーサルしてたりとか本番に向けて緊張してたりとかするから、それを撮っていきたいと思うから、ワンコちゃんと見ててね。ちゃんと見てるよ、ずっと。リハ開始5分前です。開始5分前ね。それわかる、こういうのから始まるよね。3、2、1、番組開始です。 V お願いします。すごい、みなさん、楽しんでますか。ありがとうございます。オールスター感謝祭は初回イベント最後の企画です。す最後まで楽しんでいきましょう。全然関係なくなっちゃったもん。結構序盤から僕は関係なくなっちゃったもん。環境ちゃんもしっかりあるんだ。もう PA たちみたいなんだ。すごいね。まあ真剣やん。連絡が来ないから撮ってはもらえないかもしれないけど、まあ適当に真剣に話し合ってます。本番に向けて、まあ、必死にダンスを覚えてるみたいなので、はい、様子を見ていきたいと思います。お、かわいそうだな、これは困っちゃう。邪魔しちゃダメよ。1年生ってことでね、普段こう
生活してて先輩とか優しい優しいです。おーいいね。1年生の可愛さを全然に思わせてください。頑張りたいと思います。待ってね、頑張ります。本番への意気込みをどうぞ。広報班とみんなで力を合わせて頑張りたいと思います。2年生でもね、はい、可愛いキャラでね、はい、広報はキラキラなパートなので、おキラキラ全然に浸していこう。キラキラしていこうね。はい、大学生本当反応しづらい。こうやって半年間準備してきたものがついに本番になります。これからその半年間の集大成を見ていきたいと思います。それではどうぞ。始まりました、本家オールスター感謝祭第1部。司会を務めますのは映像パート2年エイミーこと富山恵美と、うん、すごいナースターっぽい喋り方ね。これから1年生は分かんないと思うんだけど、セレモニーって言ってちょっと、うんうん、あの初夏頑張った人たちの話をちょっとね聞こうっていう時間です。はい、何にでも大学生なんで挑戦してほしいなと思います。本当に周りの人に恵まれたなというのが本当にあって、もうずっとずっとお支えられっぱなしだったし、本当にありがとうって言いたいです。本当にみんなありがとうございました。撤収までが初回イベントです。頑張りましょう。後ろの星野源あかんね、そんなもん泣いてまうよね。チコがやってくれてよかったとか、私もこの子大好き、イベントがこの間から終わることに言ってくれてとても嬉しいです。辛いこともいっぱいあったよ。ミスなく終われたので本当に良かったです。ありがとうございました。男の子も何時にあるよかったよかった。本当に楽しくて、今日高校時代思い出そう。この3日間ほぼ3日間で半年がすごい運動ありました。思い出したよね。頑張ってきた1ヶ月2ヶ月を止まっていたくなるわ。なんかめっちゃ見つかるなと思放送研究会の皆さん、暑かったですね。いやなんかね、ワンコのね学生時代をいろいろ思い出しました。私もなんかすごい学校はめちゃめちゃ厳しいところで、なんかこうみんなで舞台頑張ろうみたいな学校やったんで、ほんと1ヶ月2ヶ月間苦しかった思い出もあるし、もちろんそこでできた絆みたいなのもいろいろ思い出して、なんかねいい映像でしたね。ただ本当にいい映像なんですけどね、あの謎のね可愛い子の可愛いカッター何なんでしょうかね。ものすごい反応しづらいんですよね。なんかね本当申し訳ない、私の方が可愛いと思っちゃうからかな、素直に反応できないんですよ。ごめんなさい、なんか本当ごめんなさいね。いや可愛いんやけどね、赤松ちゃんももちろん可愛かったんですけどね、やっぱねワンコの方が可愛い気がするの。うん、そこは絶対譲れないの。まあええわ、まあ赤松ちゃん素敵なリポート本当にありがとうございます。もう早稲田放送研究会の皆さん、大人顔負けのクオリティのイベント運営制作、あんなに泣けるまでね
こうすっごい葛藤したと思います。本当頑張ることって素敵よね。で、私のこのチャンネル頑張るから一緒に頑張ろうね。ワン。さあ、たくさんの動画投稿本当にありがとうございました。まだまだたくさん受け付けてますので、何でもかんでも送ってください。この動画が素敵だなと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてこのチャンネルは皆さんの動画投稿で成り立ってます。本当ね、私がずっとワイプゲーで喋ってるみたいに、私こっから動けないんですよ。本当こっから動けないんで、もうみんなからの投稿動画で成り立っております。詳細は概要欄に貼っておりますので、ぜひそちらを見てください。よろしくお願いします。それでは皆さん、ありがとうございました。また次回も。